エレクトリックバイオリンは音響部に電気回路を用いた電気楽器である電子バイオリンとも呼ばれるサイレントバイオリンはヤマハ製エレクトリックバイオリンの商標である本校ではバイオリンの項を踏まえて説明を行うエレクトリックバイオリンの外観ヤマハ製 SV-100 共鳴度にあたる部分に注目バイオリンと同じ演奏方法により弓で弦をすることで振動を発生させるが 共鳴度がないため、振動はピックアップで、電気信号に変換される。これをアンプで増幅して、スピーカーに音を出して演奏する。プリアンプを内蔵し、ヘッドホンをつけて演奏できる製品も多い。なお、通常のバイオリンにピックアップを取り付けて、楽器のアコースティック音を電気信号として取り出す。場合は、エレクトリックアコースティックバイオリンと呼び、構造や音響の仕組みとしては別のものである。 基本的な外観は、共鳴道の存在しないバイオリンである。共鳴道の代わりに共鳴道の形に外枠を持つ製品も多いが、基本的には、肩当てなどの装具をつけるためや、高ポジションに演奏時の違和感排除、市販のケースに合わせるためのデザインであり、音響構造上は枠も必要ない。一部製品には枠が全くなく、ネックから、 テールピースまで棒状のデザインも存在する。共鳴度がない以外は糸巻き、ネック、指板などは一般的なバイオリンと同じ構造である。テールピースや顎当てが本体と一体化していたり、専用の型当てを使う製品もあるが、市販品を使える製品も多い。日本で馴染み深いのは通常のバイオリンのイメージで外枠をデザインし、本体、指板から テールピースに至るまでバイオリンと同じ素材を使ったものだが、ラメ入りの塗装を施したものや、透明なプラスチックボディの製品、果ては、エレクトリックギターと見孫形状まで作られている。通常のバイオリンでも5弦のものが存在するが、エレクトリックバイオリンでは7弦のものもある。電気楽器であるため、本体には、ラインアウト端子や電池ボックスが内蔵されている。また、 最低限の調整は必要である。例えば玄関や駒のと、指板表面のカーブとの整合などは行う必要がある。弦の振動はピックアップで、電気信号に変換されるが、本体内にピックアップを内蔵し、その上に駒を立てる場合のほか、駒自身がピックアップとなっている製品もある。駒自身がピックアップでない場合、駒は通常のバイオリンと同じものが使用できる。 ピックアップ自体は方式により2種類存在する。殺言楽器としての弦と弓の関係は変わらないため、通常のバイオリン用の弦と弓が利用できる。ただし、マグネティックピックアップの場合は、電磁誘導可能なスチール弦を使用しなければならない。製品によっては、専用弦も発売されている。弦の張り方、長弦などは、通常のバイオリンと全く同じだが、共鳴度がないため、 全ての弦を外しても、魂柱が倒れるなどの問題がない。通常のバイオリンのような共鳴動による、鳴りや、揺れがないか、弱いため、音質的には劣る。最近の製品はこれらを克服すべく改良が、加えられているが、楽器を体に密着させて演奏するものが聞く音と、スピーカーやヘッドホンから聞く音は違い。演奏者はこれを、あらかじめ理解しておかなければならない。 基本的には、共鳴度のない分、本体から発するアコースティックな音は小さく、消音器をつけた通常のバイオリン程度である。日本では、ヤマハのサイレントバイオリンの名前のために無音であると誤解を招くことがあるが、無音ではない。アンプで増幅可能となったことにより、現代の音楽であるロックやダンスミュージックなど、通常のバイオリンでは、 音量不足のために参加できなかったジャンルの音楽にも十分対応できるようになった。そのため、ライブにおいてエレクトリックバイオリンを使うプロミュージシャンも存在する。例えば、フィックションジャンクションのコンサートにおいてバイオリニストのコンのヒトシが使用している。一般的には通常のバイオリンに対して音が小さいため、夜間やマンションなど外部への騒音を気にする場での練習に使われることが、 多い。また、練習などでアンプをつながない場合は、重い金属ミュートを装着した方が、銅からの雑音が消えて、聞きやすい音となる。メーカーエレクトリックバイオリン用ピックアップメーカー。ありがとうございます。